パープルアイさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。リアジュンさん、レインボースターありがとうございます。アルさん、ギフトありがとうございます。今日も今日とて暑すぎる。こんばんは。明日から若干涼しくなるみたい。マジ？でもね、長崎に明日からまたね雨降るらしい。なんか完全な梅雨明けまだって聞いた。わかんないけど。多分もうね、今週雨降ったら梅雨明けかな。もう暑くてクーラーとかつけててもね暑いんですよね。そう、渋パラゲストに初出てる。なんかツイッターで見ました。出るって言ってた。こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうも。
6時50分ぐらいまで配信しますね。こんばんは。今から仕事なん、今日は休みです。今日はエアコン扇風機使っててもしんどかった。わかるわかる。もうね、エアコンも扇風機もね、使っててもね、熱いものは熱いね。でも皆さん、熱中症には気をつけてください。もう今ニュースとかさつけててもさ、熱中症ばっかりだから気をつけてください。台湾夜嵐さん、ハートありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今はね、録画をしてた、これなんだ、ザ・ミュージック・デイかな、を見てます。最近本当にテレビをあんまり見なくなったからね、録画をずっと見てる。見てなかったやつ。こんばんは。ひーちゃんのドラマ見た？見た。見ました。面白かった。ね。
結構しんどいドラマだった。まあ確かに確かに内容はまあちょっと重めだけど、逆に一番最初やからそんな感じなんかもしれんね。これからどう変わっていくかって感じやない？こんばんは。そうだから今後これからのあれでいい方向に行く展開なのかなって思ってはいる。モンキードッグさん、レインボースターありがとうございます。ありがとう。こんばんは。黒曜さん、ギフトありがとうございます。ありがとう。みんなも暑さにやられないでねとか言いながらもう暑さにやられてるんですけどね。車の中がね、暑くて暑くてしょうがないんですよ。乗るときが優奈さんの配信で真剣な相談トークについて自分の立場でのコメントありなしはどう思われますか？どういうこと？ん？難しい。ちょっと私は日本語の理解力があんまりないのでちょっと難しいです。どういうこと？モンキードッグさん、ギフトありがとうございます。レインボースターいっぱいありがとう。どういうこと？難しい。わからない。それでは50分になったので配信終わりたいと思います。今日も今日とて短い配信だったんですけど、見てくれてありがとうございます。たくさんのコメントだった。昨夜の配信で真剣な相談トークをファンの方とされてまして、それはユーナがそれをショールームで
話してたってことは、それをみんなからの意見欲しいってことなんじゃないの。うん、分かんない、どんな内容話してたか見てないし、分かんないから何も言えないけど、ユーナが求めてるようなものを皆さんはそれなりに解釈してアドバイスとかしてあげたらいいんだと思うけど、分かんない。ワマさん、ギフトありがとうございます。みんな見てくれてありがとう。それじゃあまた今度するね、時間の時に。ありがとうございました。またね、バイバーイ。